すごい。あ、これダム、やっぱダム湖なんだね。よし、ちょっと降りてみようかな。カメラもすごい気になってるし。飛んでってるー。よいしょ。来たー。ちょっと雨はまだ当たってるな。まあ別に、あ、まあ確かにちょっと雲は多いのか。ですけど、福井県まで来ましたよ。あ、そうですね。もうこれ、九頭竜川ダムってな、九頭竜川ダムってなってるから、これがもう九頭竜湖なのかな。船舶の航行規制。へぇー。なるほど。赤の車線内は毎日に乗っといた。航行が禁止。黄色の車線内は禁止なの。へぇー、なるほどね。外来魚を放流しないでくださいとかね、いろいろね。内田在庫会。でかいね。はい、で、外来種か、これも。どこどこしい感じですけど、なんでしょうね。アスパラが植えてあるみたいな。まあ、山菜とかも入るでしょうね、この辺りで。山ですし。さあ、綺麗だ、あそこのね。湖までバーッと走ってるみたいで。湖が、色がちょうどね、いいね。そう。もうちょっと先に行ったところに、その、九頭竜湖の駅とか道の駅とかもあるはずなんでね。まあもうちょっと走っていきましょうか。まあ雨も当たってるし。あと空気がうめえ。はぁ、いや、波もあるし、まあまあまあそうですね。あれはそこら辺走ってるんですね、船が。すごいですね。確かになんかこれ、ちょっと観光ツアーで、遊覧船とか走らせても面白そうなくらいの、それなりの水位もありますしね。ちょっと渓谷みたいになってますもんね。そこまで激しい渓谷みたいな感じではないですけど。へぇー。ちょっと地図を見て、で今これを作ってるんですね。中部縦貫自動車道。ああ、なるほど。よし。じゃあちょっと地図を確認して、続き行きましょう。さあ、今ね、ちょっと地図調べてみましたけど、もうあと12分ぐらいで着くらしいです。もう本当にすぐですね。やっぱりずっと今走ってきた時に見えとったのが九頭竜湖ということらしいです。じゃあね、早速道の駅まで、まあ暗くなる前にね、まあまあまだ余裕ありますけど、行っちゃいましょうかね。よし。ちょっと今置き場を工夫してみたけど、これでどうかな。あ、その先のところにもあったんだ。一宮ナンバー車多いな。まさか一宮からだったらちょっとドライブがてらで全然行ける距離ですもんね。温泉あるの？ちょっと待って、温泉あるの？ちょっと待って、温泉、そう、温泉か、温泉か、いいね。ああ、温泉いいね。うわ、綺麗。すごい。あ、これ景色いいな。ちょうど雨で川の、湖の水も多いですしね。色が綺麗ですね。ちょうど水、水が多分関西だでしょうね。めちゃくちゃエメラルドグリーンな感じの。エメラルドグリーン、エメラルドブルー、エメラルドグリーンだな、どっちかっていうと。うん。楽しいなぁ。なかなかこうやって突発でね、ぴょんと行くのかね。まあ人で見なんで、やっぱりね、パッと思い立った時に行きやすいっていうのは似てるんですけど。ただね、一般的にはなんかやっぱし、家族とかね、他の人とこういうのをね、共有したいって人が多いみたいですけど、まあ、私の場合、基本的に一人で行って、全然、一人ぼっちで楽しめちゃう人なんでね。うん。なんならこんな急に、はい、ここに行こうって言ってもね、まあ、昔は、それこそ、
動画の撮り始めやった頃とかはね、結構若い子連れましたりしてましたけど、まあ結局その若いって言っとった子たちも、うちが40になってるってことは、30超えてきたりしてるんでね、まあ社会人とかにもみんななってますんでね。はい、二十歳前後のやつだったらね、うん、おりゃーって言ってね、本当にその場のノリと勢いでね、連れますこともできましたけど、さすがにね、最近はそういうわけもいかないですからね。まあ、なんなら家庭持ってるやつも増えてますし。わー、すげー。まあ、すご。かけない、じいちゃん。まあ、ちょっと桜咲いてるね、まだ。わあ、いいね。山桜だ。色がちょっと濃いですもんね。高さ制限 4.3 メートル。これ言われてもらってるじゃん。OK、ありがとう。すごい。まあ、片側交互通行なんだ。ここ片側交互通行なんだ。うわーって暗っ、うん、目が追いつかん、おー、慣れてきた。いやーきつい、この急に暗くなるときついね。えらい、ライトつき、もうつけ忘れてないよ、大丈夫だよ、ついてる。若い頃そこまで気にならなかったけど、やっぱ年取るとき来るね。うわぁ、すごい。たっぱん、こんな。ああ、そこ、あ、なに。めっちゃいい感じのスポットになってた。折り返せるな、折り返そう。ダメだ、ちょっと、折り返したかったけど。あまりに見通しが悪すぎた。ここはあまりにも段差があるの、ちょっと降りれない。長野スノージェットな。岐阜から福井に行って長野に着いちゃったよ。なんでこったい。ないねー。ここ出てないか。昔こっちのルートだったのすごい橋だね。あ、ここもなら折り返せるかな。さっきはちょっとダムのところ気になるんだけど、めっちゃ落石もあるけど、モンキー何食っとんの。草食ってるな、ベジタリアンだな、さすが日本ザル。めっちゃ野生だね。うわ、食ってるね。あ、でも猿見つけたから言えたわけじゃないですよね。本当にさっきのダムのところに U ターンしようと思ったら、たまたまだけは、いいな、ちょっと猿、お猿さん眺めてよっか。ね。気温にとって食べるね。一匹だけなんだね。路肩で、車小屋か気にしながら、よく食べますね。お、食べ終わったのか、車が来たからか。
奥に来ましたね。よし、ダム見に行こう。よーし。